珍しい動物の映像が届いています。幸せを運ぶ動物だということです。こちらはですね、今月2日午前11時ごろの阿賀野川ライン船下りの船からの映像です。川沿いでですね、猿の群れが日向ぼっこをしているの皆さん見えますかね。中央の方ですかね。はい、よく見ますとその中にこちら、他の猿よりもすごく白いですね。そうなんです。比べると分かりますよね。一匹だけ白い猿がいたということなんです。道の駅阿賀の里によりますと、このなかなか白い猿に出会うことはなく、歴代の船頭さんは白い猿に出会えたら幸運なことが起きると話していたそうなんですね。はい、でさらにですね、阿賀野川周辺の紅葉は今がピークを迎えているようで、新型コロナの感染状況が収まり、徐々に客足が戻っていて、白い猿のご利益でにぎわってほしいと話しているということです。初めて見ました。びっくりです。本当に貴重な映像でしたね。はい。